日光明峰高校3年の古橋まくるです。初戦2対1で落としてしまいましたが、個人的には初めての世界選手権で、得点できたので、これからも得点できるように頑張ってきます。チーム雰囲気がいいので、明日から4戦勝てるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。